マリア・ドローレスで、コスペダル・ガルシアは、スペイン・マドリード出身の政治家。国民党所属。2011年から2015年まで、カスティー・リャ・ラマンチャ州首相を務めた。2008年から2018年まで、国民党幹事長を務めた。2007年の自治州選挙では、国民党のカスティー・リャ・ラマンチャ治州首相候補として、選挙戦を戦い、敗北した。 2011年の自治州選挙では国民党は得票率48.11%で定数49議席のうち過半数の25議席を獲得し自治州創設以降1983年から2004年までホセボノそして2011年までホセマリーアバレーダと社会労働党政権が続いた同州で初めて国民党政権が誕生した ビルダーバーグ会議のメンバーである。スペインの首都マドリードに生まれ、家族の出身地であるアルバセーテケンのエル・ボニーチョで育った。17歳で民主改革党の青年組織に参加。マドリードのサンパブロイコール西洋大学で法学を学び、1991年には国政弁護人団に加わった。1992年には公共事業、交通、環境省の司法部門に配属。 1994年から96年にかけては、社会政策省において、国政弁護人としての経験を積み、1997年労働、社会政策省の官房において、顧問官として、翌1998年には、在米国スペイン大使館において、労働、社会政策担当参事官として勤務。1999年労働、 社会政策省の事務局長に就任2000年5月から2002年6月公共行政省時間代理をその後2004年4月までは内務省時間代理を務めた2004年5月から2005年12月まで人権裁判所で国政弁護人を務めた2005年12月国民党のエスペランサ・ギーレ・マドリード州政権の交通 社会基盤参事官に任命される。2006年6月カスティー・リャラマンチャ自治州議会より、同州選出上院議員に任命。2008年4月1日の第9次自治州議会選挙で、再び同州選出上院議員に任命。2010年2月上院での初の口頭による質問で、当時のカルマチャ今国防大臣に死うだれある。 セントラル空港を在スペインアメリカ軍の兵坦基地へ転換するという案について問いただした。2006年6月国民党全国党委員会において同党のカスティーリャラマンチャ州代表に指名、合わせて翌2007年の自治州議会選挙で前任者の辞任で取り沙汰されていたアドルフォスアレス元スペイン首相の息子のアドルフォスアレスイジャーナ氏に変えて、 同州首相候補とすることを決定した。この頃、選挙に敗北したら、カスティーギャラマンチャ国民党代表を辞任するのでは、という噂が流れたが、コスペダルはこれを、きっぱりと否定した。第16回国民党全国党大会において、同党初の女性幹事長に就任した。二0 1年、コスペダルは国民党ナンバー二の幹事長で、同党カスティーャラマンチャ州代表で、 国政弁護人で、また上院議員として20万ユーロを超えるお年収を受け取っていたことに批判が集まった。2011年5月に実施されたカスティーリャラマンチャ自治州議会選挙で国民党は56万4335票を獲得、25議席を獲得、勝利した。 それに対して、社会労働党は508,716票で24議席であった。この結果カスティー・ギャラマンチャ国民党代表で、州首相候補であるマリア・ドローレスで、コスペダルがカスティー・ギャラマンチャ州首相に就任した。2006年5月には、対外受精で男児を授かった。このことは、党内の保守派からの批判を招いた。2009年夏結婚した。 ありがとうございます。